まあ2021年の大暴露としては、うん、ジンピットチャンネル始まりました。ケントです。レンです。ルイです。タカトです。ショウです。今日は大晦日でございます。イエイ。早いよ、まあ早い。もう終わりみたいになっちゃってるね。2021年最後の日はですね、暴露大会でございます。ねえ、なのかなんなのか。今だから言える、あんまり言ってないことね、うん、言ってなくて実はみたいなことを一人ずつ暴露していきたいなと思います。じゃあケントさんからお願いします。怒らない、絶対怒らない。年末に怒るのやめよう。はい、そうですね、ね、そういうのなしでじゃあ行きましょう。年末に怒るのなしで、はい、怒んないでほしいんだけど、なんかさ、事務所来てさ、チョウちゃんのさ、うん、飲むものよく飲むじゃん、うん、ウーロン茶とね、麦茶さ、僕は麦茶買って、チョウちゃんウーロン茶飲むでしょ、うん、だから色わかんなくなっちゃって、飲んじゃうのやつ、うん、じゃん、うん、でそっからさ、コーラ飲むようになったじゃん、はい、2021年はね、学びまして、あ、飲んじゃったって思ったやつをね、さっとカバンに入れて持って帰ってた。バレてました？バレてるね。ご飯の時にコーラを飲むのがすごい楽しみなんですよ、うん、だからいつも、あ、この前コーラ買ったから、ご飯の時に今日コーラ飲めるなと思ってきて冷蔵庫開けて、あれない、嘘。あれ持って帰ったっけなと思って、それがちょっと何回か立て続けにあったからまあもう犯人はあの人だろうなっていう。あ、バレてたんだ、はい、あれって感じじゃなかったんだ、はい、なんかね、一回見たの。あれってなってるところ。黙ってた。言えよ。じゃあ僕は、はい、実はもうあまりにもナンパした方がいいような気がしたので、あの、この間ちょっといいなって思った人に連絡先渡しました。ごめんなさい。あどうだったの？ダメでした。なんでダメ、断られたの？いや、もう緊張して、もうこれよかったら受け取ってくださいって言って僕逃げたんですよ、うん、だからもう連絡来なかった。あ、その場では喋んなかったんだ。あっちもえってなってました。そうだよね。ナンパして話したって感じじゃなくて、あの、よかったら連絡先これ連絡してくださいって言って、ってなって、じゃあって言って、すごいな。よくないですか、逆になんかチャラくこう、え、ちょっとご行くのみたいな感じで話しかけるように。確かに、ご行こうよ、暇暇みたいなこと言うよね。全然もうできなかった、そんなの。なんで連絡来なかったんだ。はい、分かんないよね、もしかしたら。うん、分かんない、タイミングがあるからね。もしかしたら来年あるかもしれないので、うん、ね、僕はもうずっとこうやってね、寝る間も惜しんでずっとこうやって待ってます。絶対待ってないよね。まだかな。見てるかもしれない。ちょっと確かに、ね、よかったらあの、ね、スタンプでもいいので送ってください。実はナンパしてました。僕は盗撮魔を捕まえました。すごい。すごい、すごいよ。びっくりしました。あの、奥さん、みーちゃんとの、あの、電車乗ってて、だけ横隣にあのおっさん座ってたんですよ。で、目の前に若い女の子が座ってて、なんかポンってあのムービーの音なって、うん、えっと思ったんですけど、まあ別に気にしてなくて、したらみーちゃんが「見て、おじさん見て」ってめっちゃ言ってくるから、カメラ見たら女の子のその足のとこってめっちゃアップして撮ってて、撮ってんねーってなって、すごいな。で、自分たち次が最寄りだったんで、まあ最寄りで降りるときに「お前撮ってんの見たからな」って言って怒ったら、撮ってないんだけどって感じでこう一緒に降りてきて、で、びっくりしたのが、あの、うちの奥さんみーちゃんって結構こうゆったりじゃないですか、ホワッとして、超ホワッとして、家でこう話しかけてもなんですよ、あの、返事じゃなくて鼻息鼻息するみたいな子なんですけど、めちゃくちゃブチ切れてて、そのおじさんに、うん、撮ったの見たからねみたいな、うん、画面今すぐ出してよみたいな、めっちゃ詰めてて、声出せんじゃんって思ってました。でもその後警察に引き渡してっていうことがありました。すごい、ね、いいことした。いいですね、ありがとうございます。しょうちゃんもあるよね、まあ、ね、ありますね。なんか盗撮遭遇率が高いですね。元女子だから寄ってきたんすか、関係あんのかな。ね、女子の味方だもんね。じゃあタカト、はい、僕はパートナーの両親にご挨拶に行ってちょっとお付き合いしてることをお話ししました。イエーイ。
友達タカと長いんだよね、付き合ってるの。そうなんですよ、高校生の時から、うん、じゃあもう30年ぐらい。めっちゃ長い。何歳だよ。今付き合って5年目なんですけど。うわ長っ。女子時代からパートナーの両親にもすごいよくしてもらってて、その分優越なかったというか、女友達として家に遊び行ったりとかしてて、もともともなんかルームシェアみたいな体で一緒に住み出したんで、すごい居づらかったんですけど、まあ声の変化とか見た目の変化にも気づいてくれてたみたいで、まあスースーは感じてたよっていうので、まあなんとか認めていただきました。あ、素晴らしい、おめでとう。なんて言ったの。いや、実は男性として彼女とお付き合いをさせていただきますっていうふうに言いました。うん、そしたら、あー、まあまあなんとなくは感じてたねっていうふうに言っておりました。あ、すごいね。いや、もう全然反対意見もなく。反対意見は特になかった。すごいすごい。何やってんの。おめでとうの蝶々。あ、蝶々なんだ。いや、鳩天使かと思った。平和の、みんな違う、バラバラ。やってることじゃ、思ってることバラバラ。天使が飛んでると思ってたら。すごいですね。おめでとう、よかったじゃん。もうトランスっていうのも全然大丈夫、何も本当になんかそこはなく、まあ、ちょっとは気にしてる様子はあったんですけど、うん、まあ、別に、まあ、そのパートナー自身が幸せならそれでいいんじゃないっていうのを、素敵な、素敵素敵。でパートナーももちろん一緒に行ったんだよね。はい、一緒にいました。で2人で話したみたいな、はい、僕とパートナーとパートナーの両親の4人でご飯に行きました。すごい、緊張したでしょ。いや、もう脇汗バーバー。脇汗ー、脇お疲れ様でした。よかったよかった、いい話ですね。はい、そうですね。はい、じゃあ最後は翔ちゃんですね。僕の、まあ、2021年の大暴露としては、うん、体重が、増えました。気づいてたよ。はい、体重が増えました。ちょっとさ、これさ、動画出しましょうよ、去年の。うん、それでは VTR、どうぞ。はい、今年の放送ですね。はい。一編集中ってやつやろ。じゃあ翔さん、感想を。はい、一点集中で太りました。はい、ということで2021年暴露大会でございました。最後大きかったね。はい、うん。はい、2021年もですね、ジッピットチャンネルいつも応援してくださってる皆様、コメントいただく皆さんも含めてですね、本当にありがとうございます。ジッピットチャンネル今毎日配信やってます。来年の2022年1月4日まで毎日配信やってますので、ぜひチェックしてみてください。で、明日はこのメンバーでですね、本当に5人なかなか揃わないからね、うん、このメンバーで新年の抱負を発表したいなと思います。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。簡単と大きな感じだ。やったるでーって3回ぐらいです。ちょっと。ということで。これ。